なんだこれは。兄弟、何があった。あいつだ。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろ龍馬。そいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえ剣を。Come on!
俺としたことが。そんなことより怪我は？骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それより おやっさんはどうなんだ？いや、もう。一体何が起こったんだ？あの覆面の男は誰なんだ？わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの刺客を送り込んだのは俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だが、おやさんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが、兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやつさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道追われる身だってことだ。龍馬、龍馬、とにかく城を出よう。早いとこ城下からも抜けねえと追っ手に捕まる。
兄弟。龍馬。あれが、俺はここまでみたいだ。あと少し山を下ればあわだ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。おやっさんを殺したのは俺たちじゃないとな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが銀の塔は死んじゃいねえ。土佐を変えるには俺かお前どちらかが生き残って金の塔を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の塔を。龍馬。そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前。藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も金の塔もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。土佐を、おやっさんの意志をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬。おい龍馬、お前どうする気だ。おい、お前が三世吉田東洋様を殺した男やな。神妙にせい。世の人は我を何とも言わば言え。我がなすこと我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。土佐兄弟たちよ、また会いたじゃ。江戸での剣術修行を終え、故郷に戻ってきた坂本龍馬。一年ぶりの土佐で、龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。
土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は、武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって、龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま、真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは、帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていった。お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけ派起こしてきて。またどすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。おりおちゃん、もうほっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさかい、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんが甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。はあ、お昼はどないすんの？悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。ええけど、別にそれかて宿代安になったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。